ボーブリンスキーかまたは、ボーブリンスコエケは、ロシア帝国の貴族。女帝エカチェリーナ2世と、愛人グリゴリー・オルロフとの間に生まれたアレクセイ、グリゴリエビチ・ボーブリンスキー、4月22日から1813年6月20日、7月2日、おしそとする。アレクセイの母親エカチェリーナ2世女帝、アレクセイの父親、 グリゴリー・オルロフ伯爵初代当主、アレクセイ・グリゴリエヴィチ・ボーブリンスキー1762年4月11日、4月22日、ロシア皇后エカチェリーナ・アレクセイ・エブナは、愛人関係にあったグリゴリー・オルロフとの不義の子を産んだ。生まれた子は、おじ、アレクセイ・オルロフを名付け親とし、アレクセイと命名された。アレクセイは、トゥーラ県のボブリキ村で過ごした後、 1781年4月2日付のエカチェリーナの手紙によってエカチェリーナの実施として認知された。女帝はアレクセイの性について長い期間にわたって悩み、熟考した末、最終的にボーブリンスキーの性を選んだ。ボーブリンスキーの性は、アレクセイが育ったボブリキ村にちなむものである。なお、このほかボーブリンスキーの起源については、 アレクセイが生まれた時に包んだビーバーの毛皮に、チュナムとの説もある。アレクセイの長兄にあたるパーベル一世は即位後、5日目に、アレクセイを白尺に女子し、少々に認じた。また、アレクセイは、アンナフォン・ウンゲルニシュテルンベルクと結婚している。1813年6月20日、7月2日、トゥーラ東方にあるボゴロディツクの領地で死去した。 ボゴロジツクにあるボーブリンスキー家の宮殿、ボーブリンスキー家の一門は、ボゴロディツクの領地に建築家、イワン・スタロフの設計による屋敷を営んだ。屋敷の近隣も合わせて整備され、1778年には、火山スカや教会が完成し、屋敷の周辺の庭園はロシア最初の経済学者の、一人でもあるアンドレー・ボロトフによって、造営、管理された。ボロトフは、 ボゴロディツクで子供劇場も設立している。ボーブリンスキー家の宮殿と荘園は1870年代に改築、刷新された。しかし、ロシア革命が起こると、ボリーシェビキによって、ボーブリンスキー家の所有していた建築物は、莫大な損害をこむった。さらに、第二次世界大戦で、独祖戦が開始されると1941年12月に、 ボーブリンスキー家の宮殿は爆破されてしまった。結局、宮殿が再建されたのは1960年代になってからのことで、現在では博物館となっている。アレクセイ・ボーブリンスキーの後を継いだのは、アレクセイ・アレクセイ・エビチ・ボーブリンスキーである。ボーブリンスキー家は、南ロシア最大の製糖業者に成長したが、彼は、 ボーブリンスキー家の政党事業の創始者として知られている。アレクセイ・アレクセイエビチは短期間、法廷での勤務の後、官職を辞し領地のボゴロディツクに落ち着き、同地に、ロシア最初の政党工場を建設した。さらにアレクセイ・アレクセイエビチは、政党事業をウクライナへ拡大し、ボーブリンスキー家は、様々な農業に事業を展開し、家の富を増していった。 結果的に、ロシアが砂糖を外国から輸入せずに国内で生産できるようになったのは、アレクセイ・アレクセイエビチ・ボーブリンスキーの功績といえる。さらに彼は、経済理論に関する論文を発表し、鉄道の不設が社会開発につながると力説した。そして、ロシア国内最初の鉄道建設に資金を融資した。ボーブリンスキーのロシア経済への貢献は、 キエフに銅像が混流されるという形になって検証されている。ボーブリンスキー家は、ロシアにおける大多数の他の貴族とは異なり、1861年の濃度解放令以後も、その事業は因心を極めた。製党業に加えて、トゥーラ近郊で自費で石炭採掘を開始し、国内の鉄道網建設を援助した。 アレクセイ・アレクセイ・エビチの次男、ウラジーミル・アレクセイ・エビチ・ボーブリンスキー伯爵は1868年から1871年まで、鉄道大臣を務めた。そして、彼のいとこ、アレクセイ・パブロビチ・ボーブリンスキー伯爵が、公認の鉄道省を襲った。アレクセイ・アレクセイ・エビチ・ボーブリンスキー伯の早村中、最年長だったのは、アレクセイ・アレクサンドロビチ・ボーブリンスキー伯爵である。 彼は1906年の統一貴族評議会を指導し、サンクトペテルブルック県の貴族を代表して国家評議会議員に選出され、さらに第三回国会でも議員に選出された。1912年にも国家評議会議員に任命されている。第一次世界大戦中は英老銀行頭取りを経て、1916年に内務次官、農商を歴任した。 ロシア革命が起こると、フランスに亡命を余儀なくされ、亡命先で、帝政復活のために、積極的に運動に参加した。ウラジュミル・アレクセイエビチ・ボーブリンスキー伯爵は、アレクセイ・パブロビチ伯爵の三男。第二、第三洋会ドゥーマの国会議員に選出された。ロシアナショナリスト会派の指導者であり、国境地域の迅速な、ロシア化を主張し、 ビョートルストルイピン首相の改革を支持した。ボーブリンスキー一門の大部分と、同様、ロシア革命後、フランスに亡命した。アレクセイ・アレクサンドロビチ博は、政治家の他に、歴史学者、考古学者としても巧妙であった。1886年、帝国考古学委員会議長。1889年、ロシア帝国芸術アカデミー副総裁。 そして1894年自由経済協会議長を歴任した。考古学の分野では、ケルチとキエフ近郊で、スキタイ文化の遺跡を発掘した。そして、ケルソネソス半島に関する研究論文で、調査結果を発表している。ウラジーミル博の甥いである、ニコライ・アレクセイエビチ・ボーブリンスキー伯爵は、生物学者。他の一族とは異なり、 ロシア革命後のモスクワに残る道を選び、ソビエト連邦における、有数の生物学研究者となった。トビネズミの一種であるカラクムイツ指ビトビネズミの学名、エラクチガ・ボブリンスキーに、彼の名が、懸名されている。ニコライ・アレクセイエビチの子、ニコライ・ニコライエビチ・ボーブリンスキーは、地理学者となり、初代、アレクセイの一生を著述した。2000年に、モスクワで死去。 ありがとうございます。